実りの秋を迎え、9日、野間小学校の児童が稲刈りに挑戦しました。秋晴れの青空の下行われた稲刈りには、野間小学校の5年生103人が参加しました。まずはじめに JA 落ち今治清掃年部の職員から、稲の刈り方や束ね方について教わった後、児童たちは鎌を手に早速田んぼに入りました。野間小学校の5年生は自然の中で働く大変さを学び、食べ物を大切にする心を養おうと、総合的な学習の時間に1年を通して米作りについて学んでいます。今年度は6月11日に田植えを行い、もち米のもち実りの苗を植え、通学路を通りながら稲の成長を見守ってきました。はじめは慣れない手つきで恐る恐る鎌を引いていた児童たちですが、コツをつかむとテンポよく次々と稲を刈っていきます。買った稲はクラスメイトと協力して一束ずつ丁寧に束ねていきます。 JA 落ち今治清掃年部によりますと、今年は稲穂が出た9月上旬に好天が続いたため、もち米の実りがいいそうです。参加した児童たちは収穫の喜びを感じながら、最後まで仲間と協力して楽しく稲を刈っていました。稲が綺麗に切れてよかったです。やってるうちになんか感覚がつかめてきました。刃物を使って緊張したけど、怪我せず安全にできてよかったです。今日は思ったよりも稲を刈るのは簡単だったけど、簡単だって、またこの稲を刈りたいです。その米を食べたいです。なお、この日収穫したもち米はおよそ200キロで、野間小学校ではこのもち米を使って11月に餅つき大会を開く予定だということです。